市原英二の花万歳。今日は並行輸入のサクレント多肉植物エケベリアを紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、こんにちは、市原英二の花万歳。今日はですね、後ろ見てもらったらわかるんですけど、これエケベリア多肉植物をね、植え替えてもらえへんかという依頼ありましてね、これ並行輸入のね、多肉植物、今からね、どんなんか、ちょっと箱からね、見るとこからね、初めてちょっと輸入されたエケベリアってどんなんがね、出てくるか、皆さん興味あると思うんですよ。で、僕もこれ、並行輸入の多肉植物っていうかね、このエケベリアをね、どんな風にして来てるのかとか、どういう風にして植え替えていくのか、そういったものをね、今回は、やっていきたいと思います。一つよろしくお願いいたします。これですね、タイランドからやってきましたね。どんな風にして一体ね、エケベリアプランツって書いてます。この多肉植物、どんな風にしてるかちょっと見てみたいと思います。うわー、これ一個一個ね、巻いてますよ、これ。袋。すごいなー、これ。どんなんやろ。うわ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 、面白い。うわー。しかし、これ、あれやなー。ものすごい、これ、包帯みたいに巻いてますね。並行輸入って、こんな風にして、ちょっと、これ、剥いてもらえませんかね。ちょっと、すいません。これ、一個、どんな風にして、うわー、これ、こんな風にしてなってんのか。うわー、これ、えらい包帯みたいに、一体これ、まあでもこれぐらいね、厳重に、やってきてます。今からね、これ植えていって管理するところまでね、ちょっとやっていきたいと思います。それではね、皆さんね、こんな感じでエケベリアがやってきました。この後も楽しみにしてください。こちらですね、一個一個ね、この、綺麗にね、巻かれてるね、この白いね、ガーゼを取りました。取っていくとこんな感じ。しかし大変ですわ。これ一個一個ね、ほんと、巻いたやつを取り出すのに2時間ぐらいかかってますよ、これ。ほんま、数が多いだけに、こんだけ、たくさんね。いやー、しかしえらい安で受けてもたな、これ。それではね、今後ね、これを植えていく土とかね、いろんなことをね、これからやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。